いらっしゃい。どうぞ。ああ、なあママ。はい。この店はいつも空いてるんだな。耳の痛いこと言うな。うちだけじゃないです。ここのスナック街はもう日が消えちゃってて、昔と違って若い人はみんなよその町のキャバクラとかに行っちゃうの。やっぱり今日の感情は払わせてもらうよ。ごちそうするって言ったんだから恥かかせないで。うちにだって常連さんはいるし、女一人ちゃんと食べていけてるんだから。この店はずっと一人でやってるのか。まあそうかな。それよりまずは乾杯ね。ああ。ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。出やキリュウ。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら。遊び相手なら他のやつを当たれ。お前と違って俺は忙しい。どうなぐも、探しとったで。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。え？邪魔するで。なんなんです？わしは、マスズエ組じゃ。なぐもの面倒を見とりますがの。わしは組長の舛添いうもんですが。チーとママに話があるんじゃ。私に？おう、こみった話ですけ。そちらのお客さんは外してもらえませんかの。帰れ言うとるんじゃ。あんたに指図される覚えはねえ。俺はただの客だ。気にしないで続けてくれ。ほう、じゃったら構わんが、後で吠えづらかかんこっちゃ。キヨちゃん、すまん。え？なるほどの。評判通りの美人ママじゃ。我がこの店でみかじめ取らんのもうなずけるの、南雲。じゃが広瀬一家からうちへの上納金が遅れとるのはどういうわけじゃ。マスゼの絵分。わしはの陽明連合会直系に名を連ねるマスゾエ組を背負っとるんで、踊れら四次団体のボンクラどもまでいちいち助納金催促せないかんのか。踊れらがきっちり見かじめとらんけ、金が遅れとるんじゃろうが。助納金は今うちの親父が伏せってますけ、もうちと待ってつかさい。
じゃったらやることやれ言うとるんじゃ。みかじめなら払えますよ。ママいいの、よその人は構わないで。この町の問題なんだから。ええんじゃ、キヨちゃん。これは受け取れんよ。これ受け取ったら、わしゃもう客としてこの店に来られんようになる。何しとるんじゃ、なぐも。踊れ、わしらに恥かかせるんか。おう、マッソエの親分、わしらにはわしらのやり方がありますけ。この町の仕切りは広瀬一家に任せて使わせ。へえ、そこまで惚れとるっちゅうんか。ほうか。そんじゃったら我も腹くくっとるんじゃろうな。えい、邪魔したの。今度は客として飲みに寄らしてもらいますわ。まあ、すまんな、キヨちゃん。ナグモ、早く来いや。我はこれから男を見せるんじゃろうが。ごめんね、ハルト君。怖かったね。少し外の空気を吸ってくる。え？すぐに戻る。さっきからユニフォーム着た男が走り回っとる。なんじゃ？これからナイターでもやるんかの？さっきバリ大勢のヤクザが広瀬一家の前におったんよ。あんたもあそこには近づかん方がええよ。えらい形相で飯野さんが走っとったな。広瀬一家が何かやらかしたんじゃろうか。あ、キリュウさん。飯野さんか。南雲を見なかったか。もう見たで。そのことじゃ。さっき南雲がヤクザどもに引きずられちょっての、わしも今広瀬一家に助け呼びに行くとこなんじゃ。ほんまあのバカだれ。弱いのにヤクザなんとなるけ小顔なことになるんじゃ。どの辺で見た？どこへ向かってた？丘の上に向かっとるようじゃった。あ、じゃよ、ケリュウさんはいかんで、南雲のことは広瀬一家に任せるんじゃ。ええの？そこまで待ってる余裕はね。いくらあんたが強い言うても、これ以上ヤクザに首突っ込んだらいけん。相手は南雲より格上の極道じゃ。しかも四五人はおったんで。分かってる。それより丘の上ってのは？ロープウェイで登った先じゃ。おいじゃが夜はもう動いとらんけ。この時間じゃったら歩いて山道を上がっていくしかないで。ってことはつまり山の上を目指せばいいってことか。わしゃとにかく助けを呼んでみるけ。悪いことは言わん。あんたここで待っとけな。
キリュウさん。お前は。そうです、トラフルです。こんなとこで会うなんて奇遇ですね。ここ私の実家があるんですよ。ほう、そうなのか。ただこの辺も昔に比べて物騒になりました。まあカムロ町ほどじゃないですけどね。ところで尾道でもいろいろ事件が目立つようになってしまったので、こちらでも。それじゃあお願いします。尾道を良くするために頑張りましょう。知っとるか、踊れの今の格好をのジェット式言うんじゃ。昔中国で裏切り者に取らせとったポーズじゃけ。踊れによう お似合いじゃ。俺マッソエの親分、ナグモ。なんならお前、さっきスナックにおったやつじゃの。キリュウ。わざわざ小川な場所までわしら追うてきたんか。我なぐものなんじゃ。お、俺はそいつの喧嘩仲間だよ。喧嘩仲間。引っ込んどれや、キリュウ。国道の世界に組み突っ込んだ、バカだれ。国道だろうが何だろうが、こっちは赤ん坊を流されてるんでな。お前らには一言詫び入れてもらわねえとこっちが収まらねえ。酔っとるんか、おさん。わしらに喧嘩売っとるんじゃったら買うてやってもええがの。命の保証はせんど。喧嘩を売ってんじゃねえ。お前らが詫びを入れりゃ許してやると言ってるだけだ。何のつもりじゃ、キリュウ。マッセウ組相手にソガーな真似してただじゃ済まんど。お前が俺の心配をするのか。バカだれ。誰が我のことなんか。じゃがの、我が殺されたりしたらの、キヨちゃんが泣きよるんじゃ。やっぱりお前はいい男だ。え？おお、ええ加減にせんか。いつまで二人でやっとるんじゃ。おもろいおっさんじゃけ、命までは勘弁しちゃる。お前らも適当に相手したれ。チーと痛い目見りゃ酔いも覚めるじゃろ。一応言うておきますがの、あんならチーとただの敵とは違いますけどね。
行くぞ。素晴らしい味だ。あるく思うなよ。
じゃが相手は舛添組の極道が五人もおったんで。我やなんちゅう男じゃ。立てるか南雲。桐生さんよ、あんたはなんでわしなんかを助けたんじゃ。男ってのは惚れた女の前じゃカッコつけたいもんだよな。ん？男なら誰だってそうだ。その女の前では絶対に弱さは見せられねえ。強い自分であり続けたいと願う。だがそのために命まで張れる男はそうはいない。さっきお前は絶対に逆らえないはずのものに対してさえ男の覚悟を曲げずに貫いた。そんな男黙って見殺しにできるわけがねえ。俺があんたを助けた理由はそれだけだ。負けじゃ、完全にわしの負けじゃ。あんたにじゃったらキヨちゃん取られてもわしは納得するわ。潔よ、身を引けるわい。安心しろ、俺と彼女はそんな仲じゃねえ。じゃけどあんたみたいな男がそばにおったらどうせキヨちゃんはもうわしに惚れてくれんじゃろ。そういうことですけ。わしは決めたわ。決めた？キリュウの兄貴、どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてつかんさい。いや、おい、ちょっと待て。待たんです。わしは兄貴についていきますけ。どうかよろしく頼みます。おい、話せ。
いいえ、花さんです。ね、キリーの兄貴。わしらこれから兄弟ですけ、杯しましょう。あ、いや、なんなら杯はええです。ただ、兄貴と呼ばせてもらえりゃそれでええですけ。頼んます、兄貴。兄貴、頼んます。わしゃ、兄貴に惚れたんじゃ。もうキヨちゃんには思いの届かんわしですけ。兄貴、わしの身にもなってつかさいや。勝手にしろ。兄貴。